ました。これね、めちゃくちゃ安い三つ入りのね、これビッグ A で買ったんだよね。これめっちゃ安いんだよね。いくらだか忘れちゃったけど、すごい安かった。で、これでちょっとね、今日焼きそば食いたくなっちゃって、でね、なんとなくこう舞茸あったんで、舞茸焼きそば作りたいと思います。じゃあ早速調理スタート。はい、今日の材料説明いきます。はい、焼きそばね、1袋使います。あとね、ちょっとね、豚ミンチ使いかけのちょっと 100g ぐらいあったんで、これ使います。ちょっと舞茸1袋、あとピーマンもね、彩りで2つぐらい使えるかな。あと玉ねぎ半分。はい、これでやっていきたいと思います。で、ちょっと寒いんでね、今日はちょっとわかめとこの冷凍のこのオクラだったんで、まあこれでちょっとスープも作りたいと思います。よし、じゃあね、今日もね、ちゃちゃーってやっていきたいと思います。よし、じゃあね、早速やっていきたいと思います。はい、まずね、玉ねぎちゃんはね、こんな感じでね、大体まあ1ミリぐらいのスライスにしますね。こんな感じね。はい、そしたらまああとピーマンちゃんか、ピーマンちゃん種取ったら、これはもうこんな感じでね、大体まあこう5ミリぐらいかのスライスにしておきます。こんな感じね。そしたらあと舞茸ちゃんはこうね、適当にこうこういうふうにこうちょっとね、一口大にこうやって裂いておきます。舞茸のね、このね、香りがね、最高ですからね。よし、はい、こんな感じで野菜の準備もできました。で、あとはね、もうひき肉ですし、あとはもうね、仕込みっていうのはもうないんで、あと早速やっていきたいと思います。じゃあまずね、こっちの方でちょっとお湯沸かして、大体まあいつも通り 400cc ぐらいね。で、今日はあの焼きそばなんで、さっぱりスープにしますね。ちょっとね、コンソメ味でちょっとあのわかめとオクラのさっぱり味にしますね。で、これね、 400cc で大体2つぐらいかな。これでとりあえずこうキューブのやつね、よいしょ、これ2つ。これでまずこう入れて置いて、で、まあちょっとスープの準備しときましょう。はい、ポンと。はい、よし、じゃあスープ沸かしながら早速ね、焼きそばの方を作っていきましょう。はい、じゃあまず油大さじ1杯。はい、じゃあ豚ひき肉ちゃんをまず炒めてね。今日はちょっとひき肉余ってたんで、ちょっとね、これ何しようかなと思ったんですけど、定期的にね、僕ね、焼きそばね、食べたくなるんですよね。なんかね、周期があって、というわけが、焼きそばは本当定期的に食べますね。本当好きなんですよね。皆さんどうですか？焼きそば、そんな食べない人もいるだろうけどね、好きだとね、なんか焼きそば好きって、月に1回は食べますね、僕焼きそばは。なんか知んないけど。すごい好きなんですね、やっぱりね。よし、はい、こんな感じで、はいはい、豚ひき肉ちゃんを炒めて、ここで、大体、ひき肉が炒まってきたら、まず玉ねぎちゃん。よし、そしたらね、玉ねぎが大体ね、こんな感じで、ね、玉ねぎに火が通って、半透明ぐらいになってきたら、そしたら、ピーマンちゃんと、はい、舞茸ちゃんも入れてまーす。はい、はい、いい感じ。そしたらね、もうこっちのスープの方はもう固形が溶けて、大体もうね、いい感じになりましたね。じゃあスープの方は弱火にしといて、で、はい、焼きそばちゃん入れまーす。はい。よっ。いやいい感じですね。で、またこの舞茸のね、香りがね、たまんないですよね。よし、はい、こんな感じで、シャシャシャーって、炒め合わせて。はい、麺がある程度ほぐれたら、はいはい、これね、付属の焼きそばソース。いい。よいしょと。で、これをこう振りかけて。いや、これはもう間違いないですね。もう美味しいの確定だな、これは。いや、めちゃめちゃソースのめちゃめちゃいい香り。そしたらこの炒めてる間に、はい、もうスープの方はあれが溶け、あの固形のやつが溶けたんで、このオクラのね、冷凍のやつ、これ適当にこうバーンぶっ込んで、よいしょと。ただこの乾燥わかめね、セールわかめちゃんも適当にこうぶっこんで、よいしょ。
はい、こんな感じでね、しっかりね麺にソース味が馴染んだったら、はい、もう完成となります。はい、そうしたら、はい、出来たての焼きそばちゃんね、舞茸焼きそばちゃんを器に盛り付けて、うわー、もうめちゃめちゃ美味しそう。よし、はい、こんな感じでお皿に盛り付けたら、やっぱり焼きそばといったらやっぱ紅生姜っすよね。紅生姜を脇にこう添えてあげて、よいしょ。そしたら、はい、出来たてのオクラわかめスープちゃんを器に乗っけて、よいしょと。よし、はい、完成しました。今日の簡単料理ね、舞茸焼きそばとわかめとオクラのスープの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よし、じゃあね、早速ね食べてみたいと思います。はい、今日の感じ、これだよ。どうですか、美味しそうでしょ。舞茸焼きそばと、はい、オクラとわかめのスープだよー。だ、はい、じゃあ早速これを食べる前に、はい、いつも通り一応どう、皆さんお疲れ様でした。乾杯。あー、美味しい、もう毎日楽しい。ということで、じゃあ早速いただいてみたいと思います。はい、届きます。いただきます。まず焼きそばだよね、やっぱりね、焼きそばいただきます。いやー、美味しそうだなこれ。っていうか、もう美味しいに確定なんだけどね。いただきます。うん、これはもうめちゃめちゃ美味しい。まあね、なんていうのかな、間違いようのない味ですけど、まあね、このソース味と舞茸のこの芳醇な香り、すごいいいですね、このマッチング。めちゃめちゃいい。すごい、なんつうの、キャベツとか、もやしとか入ってるのもいいんですけど、舞茸が非常にね、全面に出てきてる、この香りがね。で、ひき肉のコクと、ピーマンもいいアクセントになってますね。で、この玉ねぎの甘みと、この、舞茸がね、すごくいい。このソース味の舞茸ってどうなのかなって思ったけど、めちゃくちゃ合ってますね。余計なものあんまり混ぜないでの方が、舞茸の良さがすごくダイレクトに伝わりますね。すごい美味しいよ、この焼きそば、最高。わかめとオクラのスープ、いってみます。あー、美味しい。これもあった、コンソメのこの上品な味に、このわかめとオクラが少しこうとろみがついて、めちゃめちゃこうさっぱりして美味しいですね、これね。このスープ美味しいな。あー、これあれだな、ちょっとコショウ入れてみようかな。いや、ちょっとね、このスープにちょっとコショウ入れたくなっちゃった。ちょっとね、コショウ振って、コショウ合うんじゃない。あー、思った通り、めちゃめちゃ合うね、これね。すごいさっぱりしてて、このまあこっちはほら、ソース焼きそばだから、まあ言うたら味濃いじゃないですか。この味の濃さに対しての、このわかめスープ、最高っすね。すごい美味しい、これ。で、こう、紅生姜ね。あー、美味しいな。で、途中途中さっぱりスープね。うわ、いやいや、最高の取り合わせですね、これもね。もうね、本当に、まあ、なんていうか、味付けはもうほら、市販のやつをただやってるだけだから、失敗のしようはないんですけど、まあ言ったら、この取り合わせだよね、この舞茸と玉ねぎね。で、まあひき肉、まあ普通の豚肉でもいいんですけど、ひき肉はたまたまあったんでね、ひき肉使いましたけど、普通の豚肉とか、なんだったら牛肉とかでも何でも合うと思いますよ。まあ肉なくても成立すると思うけど、やっぱり肉は入れた方がね、やっぱりボリュームがちゃんと出るんで、やっぱり入れたいですよね。で、本当ね、
舞茸の良さがめちゃめちゃ香りがとこの舞茸独特の味がソーサージに合うんですね。すごい美味しいです。わー最高です。ってことで今日のこの簡単料理ね、舞茸をねふんだんに使った、ソース味の、舞茸焼きそばと、それに合わせた、さっぱりの、わかめとオクラのさっぱりスープ、はい、大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。